皆さんこんにちは。エルディアグループ三栄建築設計の菊谷です。本日は八王子市にございますこちらの物件にやってまいりました。こちらの物件でルームツアーをやっていこうと思うんですが、本日はこちらの物件に実際にお住まいになられている方々からお声掛けをいただきましてルームツアーをやっていきたいと思います。また顔出し NG ではございますが、住人の K 様にもご出演いただきたいと思っております。 K 様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、K 様は、こちらのご自宅でご家族でお住まいになられていると思うんですけれども、どのようなご家族構成でいらっしゃいますか？夫婦と1歳の娘と小学校2年生の娘がいます。4人家族です。はい、ありがとうございます。非常に楽しそうなご家族で非常にさせていただくのも非常に楽しみです。はい、こちらの物件選ばれた、一番の理由何か教えていただけますか？はい、以前はここから徒歩5分の分譲マンションに住んでいましたが、下の子が生まれたり主人がテレワークになったりと手狭になっていたところ、たまたま入ったチラシを見て、まだ更地でしたが一つの町のようなこちらの物件に住み替えることに決めました。ありがとうございます。それでは、これから住人の K 様のリアルなお声を伺いながらお家の中をいろいろ見させていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速お家の中に入っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いや、素敵な玄関ですね。玄関入っていただいて一番気になるなと思ったのがこちらなんですけれども、こちら玄関にこのようなニッチ、私どもの方で設計させていただきまして、普段からこのような形でお使いいただいているんですか？はい、娘の学校のものをかけたり、お出かけに必要なものをそこにかけるようにしています。わかります。そうなると、朝の忙しいお時間であっても、忘れ物だったりとかそういったものがないなということがありますので、非常に作り手冥利に尽きるなというところでございます。それでは早速お部屋の中も、入っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速お部屋の中見させていただきたいと思います。まずはですね、お部屋に入って一番目につく、こちらキッチン、もうすごい素晴らしいキッチンかなと思うんですけれども、こちらどのようなこだわりとかそういったものあったんですか？カラーセレクトで選べたんですけど、初めは黒なんてありえないと思って白にしてたんですけど、ふっとインスタグラムで黒いキッチンを見て、それに心を奪われてしまって、主人と相談して真逆のカラーセレクトになりました。このキッチンを中心に我が家のカラーを決めたと言ってはもう過言ではないぐらい我が家のお気に入りポイントです。はい、ありがとうございます。確かに今 K 様がおっしゃっていただいたように、確かに黒いキッチンっていうとそんなにイメージないかなっていうふうに私自身も思っていたんですが、こちらのキッチン見させていただいて、もう非常にもう本当にスタイリッシュといいますか、ちょっとスマートにまとまっていましたので、本当にかっこいいキッチンだなっていうふうに思っております。で、また私本日このお宅初めて参りましたが、K 様の本当にこだわりが非常に詰まったなっていうふうに思っておりまして、でこちらのタッチレス水栓をご採用いただいていたりですとか、こちらの IH、ご採用いただいていたりとか、非常に K 様の思いが詰まったキッチンかなというふうに思っております。非常に本当に素晴らしいキッチンですね。ありがとうございます。はい、こちらキッチンからですね、リビング空間見えますが、どうですか？こちらです、見てください。本当にすごいなんか広さがですね感じられて、すごい素晴らしいリビングかなというふうに思っております。どうぞこちらもご覧ください。今こちらの窓からですね、外の景色うっすらと見えているかと思いますが、こちらの1階ではございますが高台に面しておりますので、このようにですね1階でも素敵な景色、眺望をご覧いただけます。で、このようなリビング空間でお気に入りのポイントとかってどのような場所があるんですか？この上の吹き抜けです。上から窓がいっぱいあるのですごく明るくて開放的なのでとても気に入っています。そうですか、ありがとうございます。こちらもですね、吹き抜け空間、我々の方で設計させていただいた中で、こういったシーリングファンをつけていただいたりですとか、上に大きな窓を、3枚ご用意してますので、非常に明るい空間になったなっていうふうに我々も思っております。非常にですね、そちらをお気に入りであげていただきまして非常に嬉しく思います。ありがとうございます。それでは早速ですが、次の部屋の和室にも、見させていただければと思います。ではこちら和室の入り口の横に、非常にたくさんお写真飾っていただいてますね。ありがとうございます。そうなんです。はい、こちらですね、好きな場所にですね、好きなお写真をですね貼れるように磁石がくっつくような形で施工していただいておりますので、これからですねお子様もどんどん大きくなっていくかと思いますので、その成長に合わせてご使用いただければと思いますので、たくさん活用してみてください。はい、ありがとうございます。早速和室も入っていきます。よろしくお願いします。普段こちらの和室どのような形でお使いなんですか？
下の子のおもちゃが置いてあったり、お着替えが置いてあったりして、主に下の子のプレイルームになっています。主人が畳が好きなので、そこにゴロンと寝転んで満喫しています。あ、いいですね。こちらまたあの畳も、まあ、そんなに見ないお色味かなと思ったんですが、こちらもお選びになったんですか？はい、カラーセレクトで選ぶことができたので、もう一目惚れでグレーに決めました。そうですか。もう非常に本当素敵な和室の空間になってて、本当に羨ましい限りですね。ありがとうございます。それではこちらからですね、お庭もですね見えるんですけれども、非常にですね広々としたお庭の空間できてるなというふうに思ってます。でまたお庭にもですね、こういった机と椅子並べていただいて、あれですか、普段こちらでご飯など召し上がったりもされるんですか？はい、家族でお外ご飯を楽しんだり、お庭で遊んだりしています。いいですね。まあ、こちらの、お庭には水洗もご用意してますので、ちょっとですね手を洗いたいとか、まあ、プールしたいとか、まあ、そういった形でご使用いただけるかなと思いますので、本当ですね、我々が思った通りな形、もう思った以上にご使用いただいてまして、非常に嬉しく思います。どうもありがとうございます。それでは早速ですが、2階の方も見させていただければと思います。こちら階段見させていただくと、もう非常に可愛らしいシールいっぱい貼ってありまして、いいですね、本当可愛らしい階段で。ではこちらこの住宅鉄砲階段採用しておりまして、こちらのいいところっていうと、やっぱり物の搬入がしやすいところだったりとか、まあ、あとパッと見の本当抜けてるなっていうところがありますので、非常に開放的な階段になったかなっていうふうに思っております。いや、階段を上っていきますと、目の前に大きな窓がありますので、こちら本当にすごいいい景色なんだろうなと思いますので、ちょっと開けてみたいと思います。いや、こちら本当に眺望がいいですね、本当に。でまたこちらの、眺望の手前側にはこのような大きなプールございますけれども、こちらも普段このような形でお使いになってるんですか？はい、暑くなってきたので子供たちと主人がプールを楽しんでいます。上に電気もついているので、夜のナイトプールなんかもしたりして、子供は喜んでいます。まあ、夜とか夕方になってきた時に、夕涼みな形でプール入れるとすごい非常にいいですよね。はい、はい、でこちらもですね、もちろんプールもできるように蛇口も、まあ、設置させていただいてて、でそのままお水もジャッと流せますので、お片付けもすごい楽かなと思いますので、まあ、非常にいい空間になったなというふうに私も思っております。でまたですね、こちらのお隣でございますが、このようなフリースペース、こちらはどのような形でお使いなんですか？はい、ここは子どもたちの学習スペースにしています。上の子は今小学校なので、ここで宿題をしたりパソコンをしたり、あとお友達が来た時にここで何やらこそこそと遊んでいます。いいですよね、このような形でお子様からしたらちょっとした秘密基地みたいな、そういった形になるので、まあ、こういった空間だったら非常に勉強もはかどるのかなというふうに思います。でまたですね、こちらですね、お外見ていただくと、まあ、このようにすごい遠くまで抜けてるっていうような、このような景色ございます。でこちらについては設計の段階からこのような眺望抜け感があるっていうふうな場所になるっていうことはもうもちろん分かってましたので、お外を見ながら気持ちいい形でお勉強だったりお仕事をしていただきたいなっていうふうな、そのような形で設計をさせていただいたような空間でございます。で宿題が終わったら、でこちらの子供部屋で、まあ終わったんで遊ぶっていうわけですね。うわ、すごい綺麗にお使いですね、本当ありがとうございます。じゃあ普段やはりあちらのフリースペースだったりそういったところで、お子様がお勉強頑張った後は、じゃあこちらでいっぱい遊びなよっていうような、そういった形でお使いになられてるんですか？はい、そうです。またですね、こちらもですね、子供部屋からも窓の外見ていただくと、非常にですね、こちらも、まあ、お隣と同じなんですけれども、まあ、遠くまで見える本当に気持ちいいような、そういった子供部屋になってるかなというふうに思っております。次のお部屋はですね、こちらの奥にございますご主人様のお仕事部屋でございます。それでは見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらの、住人の K 様でございますが、今まではですね、このような形のお仕事部屋っていうものはなかったんですか？はい、娘の部屋をちょっと間借りして使っていたので、今戸建てになって広い一人の部屋ができて、とてもスムーズに仕事ができているようです。そうですよね、やはり今このようなご時世ですので、まあ、在宅勤務であったりリモートワーク非常に増えているというふうに思っております。このような 4LDK の住宅ですと、まあ、プラスアルファの空間といたしまして、このようなのお仕事がはかどるような、こういったテレワーク空間、作れるかなというふうに思っておりますので、すごいですね、よく使っていただいているかなというふうに思っております。どうもありがとうございます。
はい、ということで、今回のルームツアーは以上でございます。ケイ様本日ありがとうございました。ありがとうございました。と本日はですね、ケイ様のいろいろな、まあ、お気に入ってるよっていうようなそういったお声いただきまして非常に嬉しく思います。ありがとうございました。とは言っても、今回はですね、リアルなお声を頂戴しようっていうそういったルームツアーでございますので、実際にですね、お住まいになられてみてこの方が良かったんだよなっていうようなそのような点があればぜひですね、今後の我々の参考のためにも教えていただければと思うんですが、その点いかがですか？実は何点かありまして、1点目は洗面所の扉を開けっぱなしにしておくとトイレに入れなくなってしまうので、そこがちょっと引き戸だったら良かったなっていうのと、洗面所がちょっと鉄砲階段の関係で狭くなってしまっていて、ドラムの洗濯機なんですけどどうしても開けると人が通れなくなってしまって、私が細くなりながら通っているので、それがもうちょっと広かったらよかったなっては思います。わかりました。もちろんそのようなですね、今回の K 様のそのようなお声をですね、今後の我々の商品設計にも生かしていきたいと思いますので、ぜひ今後とも引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、またこんなですね、今日見させていただいたこのお宅で、今後ですね、どのようなことをやっていきたいとかそういったものってございますか？娘が2人いるので、上の子はもう結構お手伝いしてくれるんですけど、女の子たち3人でキッチンに立って、はい、主人にご飯を作ってあげたりしたいなと思ってます。いいですね、楽しみですね。本当にありがとうございます。ではですね、本日は、こちら東京都八王子市にございます、2階建ての 4LDK の住宅におきまして、実際にですね、お住まいの、お客様とご一緒にルームツアーをやってまいりました。今回のこの動画を見ていただきましていいなと思った方々いらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。さらにコメントがありましたらどしどしお願いいたします。それでは今回の動画はこちらで以上になります。どうもありがとうございました。営業の板地山さんには最初から最後まで大変お世話になり感謝しています。ありがとうございました。